東京江古田の道心坊さん行ってまいりました。江古田北口の線路沿いですね。で、この刀削麺というのがあったので、僕刀削麺大好きなので行ってみましたが、マーラー刀削麺、一番辛いやつですね。これ行ってみましたら美味しい。ここ道心坊さんってすごい料理人が変わられたりするんですけれども、今回今やられてる方は大当たりじゃないでしょうか。これ本当に美味しかったです。このね、ビロビロ、なんかあのエースコックのワンタン麺のビロビロみたいなのが好きなんですよね。ということで、一度いかがでしょうか。ではまた明日です。ありがとうございます。